コーナーキック形からコーナーキックになることも多いと思うんですよね、はい、レッズはこれをいかにものにできるかですね、うん、逆にアントラーズの方はこの守備をどうしのぐかということですかね。3本目のコーナーキックになりました。風は若干なりますがさほど気にはなりません。フラッグはさほど揺れているわけではありません。巻いてきました。これヘディングシュート、最後は宇賀神か、叩き落としたヘディングシュート決めてレッズ。いやー、ナスナス分です。ナスですか、はい、ナスが決めました。いやー、ナスセットプレーから今シーズン決めますね。よく決めますよね、はい、あー、そうですね、ナスですね。いや、相手のプレッシャーもかなりあったと思うんですけど、よく決めましたね今ね。いや、この競り合いのテクニックとか、はい、もう本当に長けてるんでしょうね、はい、いやー、素晴らしいですね。